やはり今年も見合わせざるを得ないという決定に至ったということでございます。岐阜県郡上市は新型コロナ感染防止のため今年も郡上踊りを全日程中止すると発表しました。郡上踊りは江戸時代に始まり国の重要無形民俗文化財に指定されていて毎年7月から9月の合わせて31夜に県の内外からおよそ30万人の踊り客が訪れます。全日程中止は2年連続で去年踊りを絶やさないために行われたオンラインでのライブ配信を今年も実施するということです。